こんにちは。今日はね、なんかね、イライラしてる。仕事に戻ってから、なんかすごいね、イライラすることが多くなって、良くないなって思いながらね、だいたい1日、2、3回はイライラしちゃうんだよね。そう。でね、どうしてかなって思って考えたんだけど、多分ね、自分の考えとか意思だけで行動が取れることばかりじゃなくて、他人によってこう行動が制限されたりっていうことがこう多々あるじゃないですか、仕事なんかしていると。だからかなって思いました。なんかね、帰ろうとすると電話が鳴るんだよね。で、しかもね、なんかすぐに終わらないような内容で、そう、もうね、4時半とか過ぎたら、外部の人に電話するのやめようよって思うんだよね。みんなでそういう風にやめれば、みんなね、早く帰れると思うんだよね。誰かが4時半とか5時過ぎに誰かに外部の、社外の人に電話するから、またそこから仕事が始まってって、こう連鎖していくと思うんだよね。だからもうみんなね、4時半頃になったら帰る準備しようって。電話は一切しないって。もうかかってきても出ないって。決まればいいのになってすごいね、思いました。まあね、海外の人はまあ時差があるからしょうがないとしてもさ、ほんと。今日もね、かかってきて、まあ対応はしましたけど、そう、5時半、今ね、8時半に出社して5時半に退社するっていう風にしてるんですよ。もうね、それが守れなかった。悔しい。ああ、ほんと、なんかね、最近そんなんでね、ちょっとイライラしてることが多くて、すごい良くないなって思います。なんかこうイライラとか不安だったりとか怒ったりとかっていうのはね、ほんとね、時間の浪費っていうか、もったいないよね。なんかもっと有効に時間を使えるようにしないといけないなって思っています。で、今日はね、帰りにこのビール買ってきました。これね、ローソンで買ったんだけど、これこの間実家に帰った時に、温泉に行く時にね、ローソンじゃない、ファミリーマートで買って、これホテルでみんなで飲んだんですよ。ですごく美味しくて、これね、サントリーのクラフトビールなんですよね。ちょっと白く濁ったビールなんだけど、すごい美味しかったんだよね。で、私たちが泊まったところっていうのは、その温泉の敷地内で、まあ、いろんなアクティビティがあって、行ったら1日十分遊べるっていう感じの場所なんですよ。で、そこで地ビールとか作っていて、でね、そこのね、地ビール美味しい、すごいイメージがあったんだけど、夜ね、これを飲んでから夜食事に出て、で、そこの地ビール飲んだら、なんかね、これの方が美味しかったんだよね。そう。で、これ、何の気なしに買って行って飲んだんだけど、今日ね、あの時、ファミリーマートで買ったから、今日ちょっとファミマに行ってみよう。もしかしたらあるかもしれないと思って、家の近くのファミリーマートに行ったらね、売ってたの。でね、よく見たら、これファミリーマート限定だったの。そう、だからね、ファミリーマートに売ってたんだけど、これサントリーのホワイトビール、クラフトビールです。すごい美味しいので、ビール好きな人はぜひね、試してみてください。他のクラフトビールって割と高くて250円とか、まあ、300円とかするじゃないですか、小さい缶が。これはね、200円しなかったかな、108円、なんかね、大きいのが、大きい、500が、200円ぐらいだった気がする。これは他のクラフトビールと比べるとちょっと安めなんですよね。そう、今日はこれを飲みます。今日はイライラしたんで、ちょっとビール。よし。乾杯。美味しい、これね。ちょっと、ふんわりこう甘い感じ、甘いっていうか香りかな、すごい美味しい。こういう軽い感じの白っぽい、白く濁ったクラフトビールすごい好き。ちょっとね、グラスに開けてみるとわかると思うんだけど、よくありますよね、クラフトビールで飲みやすい感じのクラフトビール。
こんな感じです。ちょっと濁った感じ。割と発泡酒とかビールってクリアなのが多いと思うんだけど、ちょっと白く濁った感じのビールです。美味しいよ。はい、そして今日はね、麻婆豆腐作りました。これはこれからご飯食べるんだけど、ちょっとねご飯食べる前に一服ちょっとお休みして、一杯飲んでから晩酌してから食べようと思います。で、麻婆豆腐はねクックドゥです。もうなんかね、麻婆豆腐もいろんな材料とか調味料入れるのもなんかめんどくさくて、だいたい私はねこのクックドゥシリーズが好きでよく使ってます。これとゴーヤチャンプルとか、なんだろう、あとホイコーローとか、結構ねクックドゥは大好きでよく使います。今日はこの四川風の麻婆豆腐を食べます。そうでね、今日は帰ってきたのが6時50分ぐらいか、でもあっという間に7時になって、今これ作ってちょっと飲んで食べるんだけど、そういいのはね、明日ねリモートなんですよ。今週は木曜日と金曜日の 2日をリモートにしようと思っているんですよね。でね、前に私リモートねあんまり好きじゃないとかって動画でも何回か言ったんだけど、なんかねこの間リモート先週とかやった時に、わ、なんかすごい楽だし、家のこともちょこっとなんか洗濯物を取り込んだりとか、ちょっと干すとかちょっとしたことはできるので楽だし、何しろその通勤がないじゃないですか。私のところって直線距離だと会社までそんな遠くないんだけど、電車の乗り継ぎとかがあって、結局電車に40分ぐらい乗るかなそう、結構ね乗るんですよ。そうだからね、だいたいドアトゥードアでちょうど1時間ぐらいかかっちゃうんだよね。そう、それを考えるとね、やっぱりね往復で2時間も節約できるじゃないですか。で、リモートで在宅で働くときは朝ね7時半から働いたり、この間先週はね7時半から4時半までっていう風にして、私の会社は朝の5時から夜の10時の間だったらフレックスで1日4時間以上働けば、その間で働けばいいっていうことでコアタイムがないんですよ。だからね、割とね、まあ何かミーティングがあるとかそういった時間が決まったお仕事がなければ割と自由に働けるので、そう、この間はねやってみてなんかあんまりいい印象なかったんですよ、リモートワークに。だけど割とねすごい楽で良かったので、まあやっぱりこれからちょっと週に2回はリモートしようかなって思ってます。で、月曜日と金曜日にねリモートを、私の会社は週に2日までリモートができるんですよ。で、月曜日と金曜日って思っていたんだけど、なんか先週ね木曜日と金曜日をリモートにしたらすごい楽で、これからちょっとやっぱり基本は木曜日と金曜日がリモートにしようかななんてちょっとね思って、試しにね、明日はちょっと通院があるからなんだけど、そう、木曜日金曜日リモートにしたら割と楽かなって。割とね会社でこう終わらせないといけないような仕事は月火水で頑張って終わらせて、だいたい後であとはリモートでできるような仕事を持ち帰ってきてやるっていうような形でできれば割と楽かななんて思います。まあね、そんな楽なことばっかりじゃないんだけど、そう、まあ家にいてもこうミーティングが入ったりとか、だから時差があるから海外とミーティングっていうと割と遅かったり、始まりが5時半だったり6時だったり、そうするんですよね。まあそういうこともあるんだけど、まあそういう風にちょっとやってみようかなって思ってます。そうだから明日はリモートなので、まあまあ朝はちょっとね1時間分ね通勤の分だけゆっくりできるなって思って、でもちょっと早めに始めて上がって、明日はね通院なので、一応ねまだね精神科にまだ仕事を行き始めてから行ってないので、明日はちょっとね報告をしにどんな感じかっていうのを伝えるためにも行かないとなって思って、明日は通院になのでちょっと早めに上がって行ってこようと思います。はい、じゃあちょっとねこのお豆腐を食べてみよう。美味しいかな。
うん、美味しい。なんかね、さっき私の冷凍庫に山椒の実があるんですよ。山椒の実、実家で採れた山椒を茹でて冷凍にしてあるんだよね。それも入れた。いや、口の中がビリビリしびれる感じって結構やみつきになるじゃないですか。うん、美味しい。うん、こんな感じで、なんかね、本当仕事戻ってから最初の1週間はね良かったんですよ。そうだけどね、2週間目ぐらいからだんだん慣れてきて、まあ体は疲れるわ、こうイライラするわまあいいことばっかりじゃないなっていう感じなんだけど、まあ今のところは特に問題なくやっています。そうだよね。なんかまあでもイライラしたりとか疲れたりっていうのは普通のことだから別にそれはいいんだけど、でもやっぱりね、時間がなくなる、自分の時間がなくなるっていうのはね、なんか何のために生きてるんだろうって私ね、すぐそういう考えになっちゃうんですよ。そう、早いとこね、なんとかしないとって思ってどんどん年取るんだけど、そう、美味しい、これ本当に。なんかね、もう鼻水がすごくて、今日なんかね、花粉症がすごいひどくて、今まで私ね、花粉症って自分で自覚なかったんだけど、なんかね、年がら年中鼻水垂れてるなって思って、それがすごい鬱陶しくて気になってたので、あまりね、花粉症とかのそういうアレルギーの薬って飲まなかったんですよ。だけどね、今年からね、この間から飲むようにしたらすごい楽になって、鼻もね、ズルズルしないし、そう、なんか嫌じゃないですか、人嫌な感じじゃないですか、鼻って吸ってるのって。薬をこれからはね、飲むようにしたんだけど、今日はね、朝から鼻水と臭みがずーっと一日中止まらなくて、朝とね、午後とね、両方その薬飲んだんだけど、今日は全く効かなかったんですよ。何なんだろう。でもね、病院行くのもなんかね、時間がもったいないしな、どうしようかなと思って。そう、本当今までね、全然こう田舎もんだから花粉症とかね、持ってないってずっと思ってたんですよね。そうだけど、鼻水だけはね、本当に真夏ぐらいかな、出ないのそう、ほとんど私鼻水がいつも垂れててなんだけど、そう、アレルギーの薬をもうちゃんと飲もうと思っているんだけど、今日はね、市販の薬じゃ効かないっていう感じで、ひどかったです。そう、やだな。はい、そんなわけで、まあね、仕事行くっていうことはね、他人と関わるっていうことで、他人と関わるっていうことはね、イライラする時もあるなって思いましたはい、では今日はこれで終わりにします。さようなら。